ビバリウム内の SCP-25-FR。アイテム番号 SCP-25-FR。脅威レベル期。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-25-FR は幅50メートル、高さ10メートルの巨大な飼育場に収容しなければならず、ビバリウムの天井には開口部と走行ドアが装備されます。ビバリウムの壁は防音されている必要があります。また、二つの超音波送信機を備えていなければならず、そのうちの一つは予備用として配置する必要があります。SCP-25-FR は新鮮な肉 10kg を1日1回供給する必要があります。また、肉はビバリウムの天井にあるハッチ開口部から落下させます。SCP-25-FR は壁に沿って登ることができるため、ハッチを開ける前に認可された KX-113B タイプの超音波発信機を作動させることが必要です。第1の超音波送信機が機能していない場合、SCP-25-FR を引き付けるためにバックアップの超音波送信機を有効にする必要があります。収容違反が発生した場合、サイト、YOD の外にいる職員は音声メッセージを期待するべきではなく、書面によるメッセージのみを期待するべきです。音声緊急メッセージの欠如は全職員の死と同義であると解釈されるべきです。説明 SCP-25-FR は全長5メートルのアースロプルーラで、20Hz から 20000Hz 以上の音波を吸収することができます。さらに、SCP-25-FR は脅かしている攻撃者を交代させるときに、音波砲と同様の効果を持つ音波を放射することも可能です。SCP-25-FR は狩猟時、コウモリとほぼ同様にトンネルを掘ってレーダーとなる音波を放射して地上の獲物を検出します。獲物に近づくと、実体は獲物が出す音を吸収し、数ミリ秒前に地面を離れて獲物を数秒間麻痺させる非常に鋭い音を発します。地面から離れると、実体は獲物の下顎骨を噛んで地下のトンネルに引き込む前に致命的な毒素を注入します。SCP-25-FR は活性している限り、他の全ての娯楽や獲物を無視して超音波源に引き付けられて接近します。現時点でサイト、YOD に収容されている個体が唯一のものではない可能性はまだ研究中です。ホイ SCP-25-FR はネバダ州の砂漠で発見されました。地域内で発見された航空機から何の音も発せずに緊急通報が行われたため、財団エージェントが犬を地域に派遣して実態を検出しました。犬が最初の骨を見つけた時、エージェント、双方は超音波ホイッスルを使用しました。これは SCP-25-FR を引きつけました。彼は純粋な運により救われました。なぜなら、SCP-25-FR はエージェントを麻痺させた後に1メートル先に落ちたホイッスルに向かったからです。ホイッスルを吹き終わり、エージェント、双方の武器による発砲後、トンネルに後退しました。収容チームは2日後に超音波送信機で SCP-25-FR を回収し、サイト、YOD に収容しました。